何してる人ですか？遊びたい人？そうです。ジョブロック。今日チームはギャンギャンついてるけどな。うん。やっぱ飲食店やな。お菓子しか出えへんけど。がっつり飲食店登録の店ってことでやっぱ遠いとも時短してんねや。ちゃんと時短してる。まあ車はちらほら通るけどな。見に来てんのかわからんけど。いやまあ住んでるんじゃないですか近くに。家あるから。多分見に来てた人多いから。マジっすか。だってバンみたいな車でゆっくり来たから。ああ。マジで歩けないな。うん。提灯だけやん。うん。すいません、ジョブロックですか。あこんにちは。はいはい、ありがとう。すごい、足がすごいな。撮影中なんで。撮影中なんで、後で。写真ぐらいやったら、パッと撮る。はい、チーズ。ありがとう。何してる人ですか？そうです。遊びたい人？そうです。今は？今ここ時短営業みたいな感じやん。他のコロナ中の今はみたいな感じで撮影しようと思っててんや。そうなの。今日写真したかった。何時に終わったん？8時まで。マジで？え、ちょっと撮影してもいい？ちょっといろいろほら聞いたんや。小豚の子から。えっちゃん、リコーカしてくれた。面白いなら顔とかモザイクかけるから。そうです。小豚の子ファンスファンスいいですよ。で、今仕事帰りで終わって家帰るみたいな感じ。そうですね、ここから帰ろうかも。タクシーとかなんか送りとかじゃなくて。あ、嬉しくやってますね。節約中です。え、マジでちょっと一回話聞かせて。いいですよ。え、何歳？21です。元々男の人でみたいな。元々男の人で。あ、似てる人とか多いな。ほら、やっぱだからみんな来ている人が多いね。うん。あ、多分知らん人とか来ますね。え、本来何時までなん？その後は12時まで。ほんま。え、でもいつから働いてるの？20歳から。すごいな、若いのに。初めては20歳から働いてるのか。なんでなんそれ、初め。初めは。うん、学校の先生が話をしてたから、こういう地域があるんですよ。で、タイヤ市100万行ったん？行って。1人で？1人で。うん、すごい。で、そっから歩いたらかってことも知ってたから、ちょっと様子見るぐらい雰囲気見てたら、もうすごい色っちゃうなと思って、最初にそれもスリップしてみたいな。まさにな。それで、こっちになったら、働こうって決めてます。すごいマジか。お金に困ってるとかじゃなくて、こういうキラキラの世界で一回働いてみたいみたいな。そうです。実際働いてみてどうやった？実際楽しいです。マジか。飲食店ってやったらするわけやもんな。そっか。玄関で座ってんのが楽しい。可愛い女の子いっぱいおるし。何ちゃん？で、ちゃんが歩いていったらおるんや。あ、行きますね。歩いてたよ。今までおいらんの。いくらなんするのは？20分、1万6000円。おお、そうなんや。高いな。でもな、それほどのことを完全にサービスしてあげてるのな。俺が言ったらなんぼ？ちゃんと1万1000円。お前なんだ。あの、お父さんサービスしてちょっと待って。今、ジョーカーよ、よ、飛び出しとったよ。プライベートではないで。動画でな、聞いたことあったけど、音声だけみたいな。何でもありの時代やったから。投げられてる、投げられてない。なんか撮影あかんよみたいな。音声だけで女性ついていたらどうなるかみたいなやったけど、まあ、やっぱあかんよっていうことになって、それを説明するみたいな動画やったけど。え、塩投げられんの？塩を投げられるって話よく聞きますね。撮影したりとか、女の人が行ったりしたら、うん、あと警察呼ばれる。おばちゃんに、おかんが塩ないとか料理中にやったらそっち行ったんや。私がかけるわ。なるほどな。で、給料とかどれぐらいの？どうしたん？どうやって？だって知り合いとかおらへんやん。フリーペーパーとかに求人乗ってるわけじゃないの。昔はそういうのもあったらしいけど、うん、自分でお店へ来るぐらい歩いて、ホステスさん募集って書いてるから。あ、張り紙みたいな感じ。張り紙を書いてるから自分で出ました。すごいな。で、働きたいんですけどって。で、みんな大体どういう経由で働く？みんな多分ネットの求人とかな。しょうもない？あなた完全にな。え、ちょっと寒い。おばちゃんとかどっから来てんの？近所の人が多いから、ハロスターとかママとか二人でピーって来て、その住んでるから。そこで働いてんの。この間もなんか物件売りに出されてたもんな。家賃なんぼとかで。ハロスターしたらやってみたいな。なんかおもろいドラマがありそう。そこだけで一個映画作れそう。作れるかも。絵本だけの人いるしね。こんなおもろい話あったとかある？やばい、お客さん来たとか。芸能人来たとか。それは力ってこと？力。
これなんか違和感やわ。女優さんにやってるような感覚なかなか行ってなかったもん。行ったらね、東京とかさ。あ、そっか。うん、何が好きなんジョブログの。西野リン好きやから、私飛んでんねん、やっぱ、うん、女の子でこのタイトなスカートでそのヒールで歩いてる人はなかなかおらんで。でもなんかあってもこのヒールできるから大丈夫。強いな、強いな。例えば仕事帰りとかで一緒に帰ったりせえへんねん。繋がってるもん、女性同士は。いつもにマスターが送ってくれる時もある。天皇島ででもそれ12時までの時、うん、テレビなくってたら送ってくれてたけど、今8時までやから自分で帰ってる。みんな友達とか多いん、その飛びた嬢同士で。あんまり喋れへんかな。でもツイッターで飛びたなるほどな、そっかそっか、すごいな、あれらしいパターンちゃん。でも学校で女の先生が飛び立ってる人がありますよっていうのがきっかけやろ、言うたら。そうか、で100番とか行ったりしてみたい。それでもなんやかんや生活もできて楽しんでるっていうか。まあ食べたがあったからこそ助けられた部分もあるし。あ、そうなんや。お金に困ってたりとかして。まあ学費とか。あ、なるほどな。卒業しても人々に関わりたいなって思ってる。あ、そうなん。卒業したとしても何かしらで。すごいな。そういう、うん、俺分かれへんから。内部の世界みたいな。富田のおばちゃんは結構強くて、関西のおばちゃんが集まってるから、もし2階でお客さんと何かあってもおばちゃん一斉に助けに来てくれる。お客さんと恋愛みたいな発展とかあるん実際。私はないけど、昔働いてた女の子うん、結婚したっていう話だった。まああるやろな、出会う場所やった、うん、そっから恋愛発展した人かな、おるやろうな、うん、え、何して遊ぶん、プライベートとか。結構時間は融通きくん。まあ割と学業もあるし、学業に励んでんねや。なるほどな。え、でもなんか抵抗はなかったの。うん、何も思わんかった。とりあえずこの世界に憧れたのと、男の夢でできてるな。なるほど、お金もあるしってその世界に触れてみたいみたいな。自宅に二人きりじゃないですか。あ、そうやんな。そうやな、なんか私下のおばちゃん、巨老人のおばちゃんだよ。もうお母さんみたいな。お母さんとかおばあちゃんみたいな感じで飯作ってくれたりする。作ってくれた。うん、すごい。そのおばあちゃんとの関係でおばあちゃん。それは女性しか感じれない世界やな。あ、そっか。だから食べたってもともと何だよ。そうやんな、歴史やな。いろいろ学んだけどさ、結局火事で焼けちゃってこっちに移ったやん、うん、でその時の時代からいろんな事情の人らが働いてると思うけどな。そういうパターンの理由っておもろいな。昔はここのこと全然知らんかったけど、今はあった方がいいと思ってるし、伝統であり、結局なかった性犯罪めちゃめちゃあるからな、うん、女性でもな、お金に困ったりとか、なんか事情があってお金がな、一方だよな。だからあった方がいいと俺は思うし、それなくなったら大変なことになっちゃう人がいっぱいおるわけよ、うん、そっかそっか、ありがとう。ありがとう。じゃあ僕の後飲みに行きたいな。あ、ほんま、いつか飲みに行こうな。それしてんな。でもしかしたら行くかもしれんし、俺勝ってる。あとで名前だけ教えて、あそこの店の名前マジで言ったろ。いやでもほんまちょっとごめん、いきなり。どっちがごめん、いきなりなんか。わからんわからん。え、どっち、大丈夫なんかな。俺そわそわしちゃう。そうっすよね、アイドルっぽい感じの。そうさ、そうだってめっちゃ向こう、うん、歩いてるからな。ここ長崎中学の西成と壁の間違いなんで嘆きの壁って言うの。え、なんか面白い子やな。ネジ外れてる分ネジをどっかに付け足してるから。ネジあるか分かる。これを登って帰んや。なるほど、大丈夫。ありがとう。なんか束の間の面白い撮影になった、うん、ありがとうございます。ありがとう。またレディゴーさん。めっちゃおもろいな。帰ってた、嘆きの壁に帰ってた。どういう生活してんのか密着したいぐらいな、うん、おお、なんかいろいろ感じた気がしたな。可愛かったですね。普通に可愛かったな。あの子働いてんねんと行こうみたいな。もう全然行ける。あ、ほんま、うん、ちょっと LINE 交換しに行く。いや、あかんて。